皆さんおはようございます。今日はね、10時半に来たんですけど、なぜか1回転やがたバーが1回当たってね、もう235回転回ってます。まあ、ゆうちゃんも今日いるんですがですね、財布があるのでね、はい、28回転0からですね、私はいつも通りこの台でねやっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ゆうちゃんが多分1000円でね、当たりましたね。まあいつもの通りここは紹介してませんでしたが10スローでございます。はい、楽しんでいきます。私はまだ500円です。はい、まだね結構、ちょうど2000円目を入れたところでしたけど、まあ結局2000円だから、9時36分はい、すいません、まあ、とにかくメゴフメルベルトがね来ました。まだスイカが2回しか来てなかったんですが、ここでレア役かな。はい、レア役ですね。さあ、はい、入るでしょうか。よいしょ、お狙いますね。ちょっとお金がやっぱり、あらららら、一発で当たりましたね。狙いませんとかになる。さあ、どう揃いません。ベルでも嬉しい、ベルが嬉しい。当たってくれました。これハテナなんでちょっとレア役を狙って、お、ベルか。さあ、私は今日初当たり。さあ、ユウと一緒でバーなのか。さあ、どっちだ。さあ、バーです。今日は突っ込む日かもしれません。ありがとうございます。なんかね、ピンクピンク青で当たったようです。閉まると思います。見せてくれ。あら、閉まられた。はい、ピンクピンク青でございます。ありがとうございます。ゆうちゃんがね、7を揃えろが2回しか来ておりません。どちらも外しちゃいました。あー、最後、あー、来ない。2回しか来なかった。30かもしれない。あー、やっぱり30ですね。はい、私たち今日は後手後手からのスタートです。 ARTH は直江ということで30回転でしたが、高額に入れてね、7を今2回揃えたところです。さあ、1角なるか。来い、おー、真ん中。さあ、どうだ。来い、はい、来ました。ゆうちゃんが後手後手かと。ワンチャン光る、ワンチャン光る。あー、でもこの音楽がいいよねと2人でいつも言っております。私はやばいね、もう3000いってます。3000円、でも楽しんでます。はい、まだ私はレア役1回で、チェリーなんですけど、なんかね、五分五分の当たる確率 50% ぐらいあるそうだったので、今動画撮ってます。さあ、どうかな。あー、ずれたね。あー、スイカでしたね、すいません。しまらんよね。あー、やっぱ入らないか。うん、違いましたね。すいません、違いました。まあ、今日はこれを楽しむぐらいしかね、ちょっと私まだいいところがありませんので、ちょっと動画にしました。はい、ゆうちゃんは、残り11時ですね。疑似連が来ましたね。さあ、この前みたいに、あー、レインボーまでいかなかった。はい、微妙です、ものすごく微妙。ちょっと厳しいか。いやー、今日はお互いやっぱり厳しいかな。もう私6000円、まあね、考えることが多いぐらいの何もないということでございますが、先ほどの私のあたりの愛というね、字の時はビッグ確定じゃないんですねと今言うで話しておりました。ビッグだったと思ったんですけどね、今考えれば。はい、そういうことでした。一応ビッグ私当てるまでは粘ります。あのね、ちょっと一言言わせてください。317でしょ。やっと今2回目のチャンスウェイが来ました。2回目ですよ、まだね。どうなるか分かりませんが、行ってみましょう。あーっと、閉まるか、どうか。閉まれ、無理ですね、閉まりませんね。いやー、これ当たらんやろ。あー、無理ですね。あ、当たり、当たりだ。青ですね。ここが滑っていったんで青ですね。よかった、動画に撮っていて。はい、ということで7000円、10スローで7000円でございます。ちょっと恥ずかしいですがね。ピンク青ですね。はい、ありがとうございます。まさかこれで叱るわけないもんね。
さあここから700枚取り戻せるのか頑張りますというか楽しみます。